自分が確認した限りでは、この報道は不正確な内容が含まれているものの、大谷選手の報道をめぐりトラブルがあったのは間違いないようです。ただ多少擁護させてもらうと、現場で撮影しているのは TV 局と契約している制作プロダクションであり、彼らに取材の是非を決める権限はありません。すべては日本の TV 局の判断ですし、時には今回のように不適当な取材依頼が舞い込んでくるわけです。本当に大変なのは現地プロダクションです。スプリングトレーニングの際に韓国メディアがルール破りをして出禁になったと騒いでいた日本メディアにしても、一部の輩は結局やっていることは一緒だということではないでしょうか。人様の家を知らせる行為がどういうものなのかちょっと考えりゃわかるよね。過去にスポーツをされていて代表選手だった方と別人とは思わないけど、大谷が一般の日本人の人ですと言った以上、名前を出すなと思う。この一件に限らず、スポーツの世界にそれと関係ない周辺ダネを芸能関係の記者やレポーターが興味本位に報じるのはやめてもらいたい。プライベート及び安全等を無視した興味本位の報道には本人ではなくても違和感を覚えるよな。野球に関するものならともかく、プライベートに関する報道のあり方は最小限にするなど慎重に検討すべき問題である。いくらスターだからって勝手に自宅や奥様のことをテレビで流していい気分なわけない。報道のあまりにも身勝手な番組作りに少し嫌気がさしてきたところに、さすが大谷さん、と言わせてほしいわ。今回が初めてのことではなく過去から何回も指摘されていた問題やろ。大谷が怒るのも無理はない。せっかく買った豪邸だけど、別のところへ引っ越した方がいいのでは。ドジャーススタジアムからも遠いし、寂しいところでもある。もう少しご近所さんがいるようなところの方が逆に安全なのでは。スーパースターだからこそ危険なことがたくさんあるのにプライベートなところまで詳細にテレビで流してしまうとかくそ。まあ、そりゃ怒るよね。あんまり深く日本のメディアって考えてないからね。